はそのそれにも関連してその憲法9条のをめぐるいろんなあの報道ですね、それをこう取り上げて、まあ、ぜひちょっと、小川さんにこう切っていただこうと思ってるんですけど、いろんなバサッバサッと切っていただく返り討ちになりそうだからね。まあ早速一つ目ですけどね、まず産経新聞のこの一面で出た、まさに今日産経新聞持ってきた5月3日の一面トップで出た記事なんですね、はい、で憲法記念日ということで、まあ、会見是か非かってで出てる記事で、まあ、ニュースサイトでも、ちょっと見出しは違うんですが、国民を守れない憲法、今こそ9条の改正、や緊急事態条項の創設が欠かせないと、こういう見出しでついた記事なんですけども、うん、この中身、まあ、ちょっとまず、一つ目ですね、挙げますと、まずこの文章こういうふうになってるんです。9条は日本の守りを損ない続けていると、うん、して9条の下では空自機、まあ、航空自衛隊機から領空侵犯機を撃つことはできない、相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても攻撃されない限り空自機は退去を呼びかけるだけだと、こういうふうなことで、要するに9条の下では日本の空の守りはできないんだと、こういうことを、まあ、言ってるんですね。これ一面に書いてあるんですよ、これ。あの一面に書いてある。正面原稿です、ね。正面原稿で堂々と書いてる。違います。はい。違います。解説をお願いいたします。はい。いや、別にこの、はい、国際法的にも認められていることだし、はい、まあ、相手に対して、まあ、警告をし、それでもなおかつその領空を侵犯している場合には、まあ、警告射撃をし、場合によっては相手が敵対する場合には、まあ、撃墜する、これは、まあ、あの何ら問題ないし、あの国会答弁でも政府はそれを、ね、ちゃんと認める、ことを言ってますね、この記事は間違いない。まあ、9条の下でもそれはできると、実際に、今まで、まあ、日本の航空自衛隊が、まあ、撃墜したということはないですね。警告射撃は1回だけある。あるということですね。これは、まあ、あの旧ソ連があった時代に、はい、ソ連 の, その TU-16 という、まあ、大型の、まあ、この場合は爆撃機を改造した偵察機だったけれども、はい、あの日本の周りを、まあ、スレスレに飛んできて、うん、航空自衛隊の戦闘機がスクランブルをかけて、うん、これあの基地から基地へとずっと、まあ、リレー式に2機でついていくんだけど、うん、で警告を、まあ、始める段階で沖縄本島の上空を横切ったんですね、うん、でしかもアメリカ空軍の嘉手納基地の真上を、ね、あの嘉手納基地の真上を横切っていった。そうです、そうです。でこれに対しては初めて、航空自衛隊の F4 ファントムがスクランブルに上がって警告射撃をした、うん、で警告射撃っていうのはその相手がこっちを狙って撃ってると絶対思わないように相手の真横を飛んで、はい、平行に飛びながら前の方に向けて撃つ、うんうん、まあ、だから場合によっちゃあの撃ち落とすぞって話です、うんうん、で、まあ、これはあの退去しました、うん、でこれは、まあ、米軍アメリカ空軍の嘉手納基地の上空、なんで米軍機が来ないのか、これはもう日本人が誤解してるけど、日本列島の防空はあの米軍は一切やってないんです、航空自衛隊との役割分担だから、スクランブルかけてやるのを航空自衛隊、あくまで航空自衛隊の役割ということですね。ただ嘉手納基地には F-15 はね、うん、まあ、当時でも50機ぐらいいたわけですよ、戦闘機。これ何やってたかというと、はるか上空からあのいつでも撃てるような体制でいたということです、うんうんうん、でもあのスクランブルってのはどういうものかって、緊急発進って言葉あるからね、はい、すごいスピードで上がっていってね、うんうん、もう燃料撒き散らしていくようなイメージがあるけど、そうではないんですよ、うん、いきなり現れるわけじゃないから、うん、例えば、まあ、ロシアの飛行機でもね、沿海州の基地から上がってくる、うん、もうそれレーダーサイトで分かってるわけですね、はい、でだんだん近寄ってくるから、うん、北海道の千歳基地からスクランブルが上がる、うんうん、それでその時は三沢基地の飛行機もね、引き継げるようにもう離陸していくわけです、はい、それで、まあ、引き継ぎながらずっとついていく、うん、そういう話なんですね。なるほど。でとにかくそのまず識別不明機アンノーンっていうんだけども、うん、アンノーン目標に対しては、まず、どういう飛行計画が出てるかっていうのを確認をして、出てない、うん、でこいつだんだん近寄ってくる、うん、だから、まあ
こっち来るなっていうことを、うん、あの国際的な共通の周波数があるんですけど、はい、緊急用のね、はい、それで呼びかける、呼びかける英語あるいはロシア語だと分かってたらロシア語で呼びかける、うん、でそれでも寄ってくるときには、まあ、スクランブルかけてる、飛行機から、まあ、まず警告をする、うん、同じ無線でね、うん、それから横飛びながら向こうのパイロットが見えるようなところで、うん、手信号で、うん、行けって話をする、うん、出て行けと。そうです、うん、それでも、まあ、寄ってくるときには警告射撃をする、うん、で相手が情報収集用の飛行機で、まあ、武装してない場合は、はい、そこまででね、あの強制着陸させるかどうかは、まあ、うん、あの相手の寄り方にもよるんです。ただ相手がその戦闘機であったり、うん、その旧ソ連の爆撃機、まあ、ロシアの爆撃機なんていうのは、はい、一番後ろに機関砲をつけてたりするでしょ、うん、で武装してる場合にはあの2機で挟まないんですよ。1機はね、あの6時の方向の下側、はい、6オクロックローといって、はい、あの敵の下側、後ろの下側で直ちに撃墜できる体制にいる。だから向こうも挟んできてないと、うん、スクランブルの飛行機1機だけ左にいる、うん、1機ないとなるともう狙われてると思う話なんですね、うん、日本の航空自衛隊もそういう形でやるわけですね、はい、いつでも撃てるような体制を取るということは、はいはい、あるわけですね。なるほど。だから今のようなあの、まあ、領空侵犯に対するこう一連のなんて手順っていうんですか、これっていうのはその日本特有のものでなくて一種の国際的なルールになってるわけですね。同じようなことやる、ね、同じようなことはどこの国でもやっていて、それは日本の航空自衛隊でもやっている。そうです。何か日本の航空自衛隊だからあの国際的な他の国がやっているようなことをのよりもなんかできないことっていうかね、遠慮していることっていうのはあるんですかね、こういうケース。いや、あの国際的なルールということで言うと遠慮していることはないです。遠慮してることは何もないと。だからそういう意味では憲法9条があるから何か支障があるっていうことはないわけですね。これについてはない、これについてはないわけですね、領空侵犯に関して言う。でどっかにそのこの記事、産経の記事はね、あの編隊飛行を、まあ、国自衛隊がしてて、それあの息を打たれても、はい、打ち返せないとかなんか変な記事書いてありましたね。そうですね、8番か8番じゃあ出してみましょうか。そうですね、さっきの記事の続きですけれども、相手からミサイルや機関砲を打たれて初めて正当防衛緊急避難で反撃できるが、編隊を組む別の空自機は手出しができない。そしてまた爆弾を装着した軍人機が領空に侵入しても攻撃を仕掛けてこない限りは指をくわえて見ていることになると。で9条が羽交い締めしているのが日本の守りの実態であるゆえに、これは全く誤報でございます。もう全く誤報なわけですね、うん、ここね、やっぱりね、編隊飛行してるね、編隊を組む別の空自機は手出しできないって嘘じゃないですか、うん、つまりスクランブルは必ず2機編隊で上がるんですよ、うん、で1機がね、まあ、あの攻撃されるということになると、もう攻撃能力を持った相手の飛行機だったら、はい、あの下側についてるだけだから撃っちゃうわけです、うん、まあ、今までそういうことはなかったっていうだけのことであって、ありえないの、こういうこういうことはありえないわけですね。それから無人機についても指を加えてね、うん、見ているっていうことのことないんですよ、うん、だからその友人の飛行機に対するあのスクランブルをかけ対領空侵犯措置ってやる、うん、同じ、やり方をしますよってことは安倍総理大臣がちゃんと国会で答弁してるじゃない、うんうん、ただ無人機というのは人が乗ってないので、こうもちろん手を振って分からないわけだし、その退去をさせるということはちょっとなかなか有人機のようにはいかない。だから黙ってあの落とす以外ない。そうですね、うん、無人機が日本に領空侵犯するということはあるんですか。今、まあ、あの尖閣諸島の近くを、ね、はいはい、あの中国のやつがふらふらと飛んだのあるけど、その程度です、ね、その程度。もうそれも無人機が爆弾を積んでって、これなんかすごいよねアメリカの無人機だって爆弾は積んでない、ヘルファイアというね対戦車ミサイルは積んでるじゃあこれは何なんだっていうことですかね。いやもう専門家から見てこの爆弾を装着した無人機っていうのは何なんだ、まあ、かなりあの近未来の話でしょうねそうですかいやだからね、まあ、面白いですよまあ、あとねこれ撃たれて初めて反撃できるっていうのもね、うん、まあ要するに、まあ、撃たれたらまあ要するにあの場合によっては撃墜されちゃうわけですからね。だから相手が撃つ能力を持った飛行機が領空侵犯してきたら、
航空自衛隊側も1機は、うん、あの後ろの下側について、うん、すぐ撃墜できる体制にいるわけだ。だから相手も撃てないわけですね。それはそうですよ、ね、後ろに。だって空中戦ドッグファイトっていうのは、うん、後ろを取ったやつが勝ちなんだよ、その位置に最初から行くわけだ。そうですね、うん、だから要するにこういう議論っていうのはもう本当になんていうか机上の空論のようなところがあるわけでしょうかね。そのだけどね、新聞記者でしょ、いやしくも、航空自衛隊のパイロットに聞いたらいいです、うん、そうですよね。で、まあ、あんなら何か紹介してますちゃんと航空自衛隊をね取材したのか、こんな一面でね、領空侵犯のそのなんていうんですか、救助のせいで領空侵犯措置がね、きちんと取れないという、まあその国会答弁でも、散々これはあの中国が領空、尖閣の上空を領空侵犯したときに、あの防衛省の運用企画局長がいろいろ答弁してるんですね、はい、でそういう答弁も比較的最近あったわけですから、調べればすぐあのそういった武器の使用で、そして最終的な手段としては、まあ、撃墜も排除されないと。だから向こうがこっちに対して、まあ、あの危害を加える恐れがある、つまり武装している飛行機が、ね、はい、なんかやってくる可能性がある場合には、はい、こっち側から危害射撃ができる、うん、つまり撃墜できるということははっきり国会答弁しているわけです、はい、まあ、あの法的な根拠としては自衛隊法は84条に領空侵犯に対する措置という条文がありますね。これは撃墜という表現は出てこなくて、まあ、あのこれを着陸させ、それから上空、領空の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるということにはなっているんですけど、まあ、これはあの必要な措置という中にあの武器使用も含まれるというふうに、まあ、これは言われていますね。そうですね、それと、まあ仮にそのあれですね、まあ、自衛隊機がこう狙われるとかね、そういうような局面があれば、僕はいわゆる武器等防護の武器使用という95条がありますけれども、はい、まあ、これに該当すれば当然武器使用はできるということになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから相手の飛行機がね、こっちに対して危害を加える能力のある飛行機かどうかっていうのは見りゃ分かるわけですから、見りゃ分かる、それによって、うん、あの対処の仕方が若干変わってくる。何でもその領空侵犯だから撃てばいいということではないということですね、まあ、国際法でもそんな、領空侵犯したら直ちに撃ち落としていいという、そういうことではないわけですからね、はい、今言ったような手順を踏んで最終手段としてどうしても危害が、ね、あるとか、いうことを聞かないという最終手段ですよね、そうなんです、まあ、というような国際法のルールも分かっていないような、うん、書きぶりといいますか、救助のせい、いわゆる救助のせいで日本の、まあ、領空が守れないんだという、まあ、誤った報道をしているということが一つある。だからこれ問題はね、その書いた記者もずさんだけれども、はいはい、デスクずさん、まあ、これもちろんね、記者だ個人だけの問題なんですね。それであの新聞社というのは校閲部というのがあるわけだから、はい、これがチェックする。だから事実関係が違うとか、うん、事実誤認は全部そこでチェックできなきゃいけない。これね、全部スルーしちゃってるわけですから。うん、まあ、僕は下品だから言うけど、ノーパンなんですよ、この新聞。いや、もう僕は素人ですけど、これ読んで、うんって思いましたね、本当にね。うん、ちょっとおかしいんじゃないのと、これはね、うん、普通であれば気づくんじゃないのかなというレベルの、ものでした。でこの記事はですね、その続きもまたちょっとおかしなことが書いてあるんです。これもやはり救助の元では日本を守れないということを言いたいためにですね、今度捕虜の話を持ち出してきてるんですね、はいはい、でこの捕虜になれるかなれないか、なれないのか。で自衛隊は軍隊と明記されてないから、ジュネーブ諸条約の、まあ、捕虜の人道的待遇というのが保障されない、で自国民である自衛隊員を害するのが平和憲法の実態なのだというふうに、まあ、書いてあるわけです。まあね、僕らも、うん、ややもするとね、うん、こういうふうに理解したり、うん、まあ、語ったりするんだけど、現実は若干違うと思う、ね、はい、でこれは、まあ、
内閣の答弁書とか岸田外務大臣の答弁とかここにあるんだけども、はいはい、これとも若干違う面もある、うん、相手がね、うん、正規軍である場合、うん、まあ、それもある程度の、はい、まあ、発展、段階にあるね、はい、まあ、先進国に近い国とか、はい、そういうところであれば、うん、自衛隊のことを国内でどう表現してよとも軍隊として認め、一応その国際法的な扱いをしなければならないというところを、まあ、向こうの内部でも言う可能性がある、はいはい、だからそれは、まあ、これらの扱いを受けられる可能性、うん、でもちろん先進国の軍隊だったら、まあ、それをやらないと後で戦争犯罪として裁かれるし、はい、あるいは場合によっては報復される可能性があるから、まあ、やるような方法、うん、ただ日本がその自衛隊を軍隊として認めてようが何しようが、うん、相手がその国際法なんて知らない国の軍隊だったり、はいはい、あるいはその、非国家主体、はい、IS、いわゆるイスラム国のような連中、はい、まあ、テロリストグループだったら、はい、日本が軍隊だろうと何だろうとジュネーブ条約ですよって言ったって黙れババーって撃たれるという話です。そういう話ですね。だからね、現場の話をねちゃんと押さえた上でどうするかと、だって日本だって国際法についてあまりよく知らなかったから捕虜の扱いでね戦争犯罪に問われてるんだよ、同じような話なんだ、はい、で向こうは例えば、イギリスのね、はい、陸軍ですってこうやってね、はい、ジュネーブ条約ですって言うんだけど、はい、黙れお前撃ち殺すぞって話でしょ、うん、通じない相手にね、うん、これ言ったってしゃあない。おっしゃる通り、そうですね。ですからまあ、ちょっと一応、なんていうんですかね、公式の答弁がどうなっているか簡単にちょっと確認しておきますと、一応小泉内閣の答弁ではこう言ってるんですね。まあ、自衛隊は軍隊じゃないっていうのが一応もちろん日本の公式見解なんですけど、ただこうも言ってるんです。自衛権を行使する場合はジュネーブ条約上の軍隊に該当すると。だから普段は軍隊じゃないんだけど、いざ、まあ、仮にその、個別的自衛権を行使するとか、まあ、今回の集団的自衛権を行使するっていうような武力行使の場面になったら、もうこれはもうジュネーブ条約上は軍隊になる。だから、まあ、お尋ねの自衛隊員がジュネーブ条約の規定による捕虜となった場合においてもっていうような言い方をしてですね、まあ、一応自衛隊員がそういった場合の武力紛争において捕虜になるっていうことも、まあ、まあ、一応想定した答弁はあるんですね、うん、一方で、まあ、岸田さんの、これは結構いろいろ評判が悪い答弁なんですけれども、外務大臣、外務大臣、岸田外務大臣が去年の7月1日のこの安保国会の中でですね、これは民主党の総理総理総理って言ってるいつも、辻元議員の質問に対してですね、これはいわゆる候補支援の場面ではこれは武力行使に当たらないから、後方支援の活動で何か捕まったとしても自衛隊員は、ジュネーブ諸条約上の捕虜となることは想定されないと、紛争当事国じゃないからっていうふうに整理をすると、こういう答弁をしてるんですね。これはまあ外務省がね書いてきた答弁書なんだけど、そうですね、やっぱりこれは捕虜となることは想定されない、その代わり殺される対象になることが想定されますね。そういうことになっちゃいますね。捕虜なんか関係ないですよ、特にこの国際平和協力活動で、はい、非国家主体でやってる時の後方支援、うんうん、まあ、候補者にどこでやろうとも捕まる場合は捕まる、はい、捕まったら殺害される、うん、あるいはその人質交換の材料にされる、はいはい、そういう話です。捕虜の待遇は受けないと。要するにそういう今いわゆる集団安全保障のようなそういう措置でシビアな、まあ、こうテロ集団がいるようなそういう地域で捕まったらそれはもう事実上受けられないということですよね。あんまり期待できない、うん、ジュネーブ条約上のそういう待遇なんていうのは、そういうことですね。それは日本の自衛隊であるかどうかということではなく、関係ない、米軍だってイギリス軍だって捕まったらその同じような
捕虜としてね待遇を受けるかっていったら、別に日本の憲法が軍隊って明記してようが明記してないかかわらず、そういうことは期待できないと。そうですね、だから、まあ、日本だってそういうことをやってきちゃったわけだよね、残念ながら。だからそういう意味でだから産経新聞のこの記事がちょっとよくわからないのが、その軍隊にだというふうに憲法でね明記すれば、自衛隊のその捕虜としての待遇されるなんていうんですかね、こう期待度が向上するのかっていうと、誰が保障するんだろうって話そんなわざわざ憲法を読んでるのかって、相手のね憲法に日本の自衛隊はね軍隊と明記されてるのか、いちいちね、それを交戦国なり何なりが確認してるのかということですよね。まあ、ちょっとあまり考えにくい。残念ながらね、実態として自衛隊はもう見れば外形的には軍隊なわけですよね、外から見ればね。その持っている兵器とかそういうものっていうのは、まあ、そういう意味では先生おっしゃる通り、まあ、きちんと国際法を守る国からすれば、自衛隊がその別に軍隊と明記されていようが明記されてまいが、それはジュネーブ条約 の、 その捕虜として扱うだろうし、逆にそういうものを鼻から守ろうとしない集団にとっては、それもまた憲法に書いてようが書いてまいが、そういう待遇は期待できないだろうと、そういう話になるんです。だからベトナム戦争というのもね、ベトナムはまあそれなりに国際法を分かってるし、それを使おうとしている。で、例えばそのアメリカのマケイン上院議員ね、彼はまあ戦闘機のパイロットで撃墜されて5年間捕虜だった。でもやっぱり檻に入れられて水攻めされたりね、むちゃくちゃなまあ扱いを受けてるけど、そのまま普通だったらね、ジュネーブ条約守ってますって向こう言ってても死んでたと思うんですよ。ただ途中で向こうがね、マケインっていうのは軍のトップの息子だって分かるわけ、それからその交渉の材料にできるっていうんで、だんだん死にかけてたのをね戻してくる、そういうのが現実なんですよ。マケインはよくそこで持ったなと思うんだけど、でもあれ親父がねその軍のトップで、ベトナム側が、北ベトナムがね交渉の材料にしようなんて思わなかったら多分死んでますよ。ここに言うたらジュネーブ条約なんてないのと一緒ですよ、そういうそのことありますね。そして、まあ、これも昔小川さんがこの指摘されたもう一つ産経のですね、まあその ひいきの引き倒しのような誤報があったわけですね。これも紹介をちょっと軽くしますと、13番のやつ出していただきますかね。戦車にウインカー、軍隊規定の象徴、これはニュースサイトにも載ってましたし、まあ、これも一面で、これちょうど4年前の記事なんですけどね、欠陥憲法っていう企画記事の1回目で2012年、民主党政権でした。この時はそうですね、その時の、まあ、憲法記念日の、まあ、ちょっと直前の企画ものですね、ドーンと出たんですよ。これ戦車にウインカー、軍隊否定の象徴って、これ一面トップで出てきたんですこれ見りゃ分かるじゃん、戦車ウインカーつけるんです、どの国でもついてるってことですね、はい、だからもう全くもう何を言っているのかという感じの、まあ、誤報だったということですけれども、まあこれはまあ2チャンネルとかいろんなところでネット上でもバカにされてましたよ。にもかかわらずですね、これ最近発見したんですが、産経新聞のこの憲法改正案がね、産経新聞発表したんです。それを本にまとめた中に、単行本にその中にこれ堂々と載せてるんですよね。またそのまま収録してるんですよ。ひどいな、本当にびっくりしましたね。でも僕はまあ例えばね、戦車っていうのはウインカーつけてる、戦場で光ったらやばいだろうって発想ですよね、だからそれは作動できないように切り替えのスイッチついてるし、さらにカバーかけるんです、でもちゃんと、一丸式の戦車でもカバーかけるっていうのは現場でちゃんと乗った時に確認してきました、だけど新聞社はね、なんで防衛担当記者いるんだって話ですよね、聞きゃいいじゃんって話です、だからこの確かこの戦車のウインカーの記事はですね、なんか結局その日本の戦車はだから憲法の下でね軍隊として認められてないから、その道路交通法を守らなきゃいけないんだと、かわいそうだと、
自衛隊たるものがなんで道路交通法を、ね、守らないといけないがんじらめな、ね、そういうルールのもとに置かれているというそういうような、ね、だからちょっとね頭おかしいぐらいの、ね、書き方ですよ。もうそれだって戦車だって別に平時ね移動する際道路を使う場合はねきちんとルール守らないと例えば方向指示器出して右に曲がるか左に曲がるのかそういうことしないと危ないですよね。普通のね行動をね、はい、戦車がまあ仮にまあ自分で走ってると、はいはい、戦車ってどれぐらい大きいかっていうのをまずね、はい、認識してほしいんですよ。で90式の戦車をこう取り上げてるけど、はいはいはい、国産のね、はい、幅が3メートル40あるんです、はい、クラウンってトヨタの、ね、あります乗用車あれが180だから、はい、これ2台並べたのに近い幅がある、はいはいはい、それが公道を走るんです、はい、実際公道を走るわけです、ね、知りません、戦車特にこれ北海道なんかはね、はい、結構公道を走りながら演習場と演習場の間を行ったり来たりはします、はいはい、ただ長距離をね、戦車のケタビラで道路の上走らせるっていうのはあまりやらない、どこの国も、はい、タンクトランスポーターといって、はい、戦車1台を大きなトレーラーに積んで、はい、トレーラーだから100キロぐらいで走りますから、はい、素早く行って戦車のケタビラも傷めないという格好はします。なるほど。でもその普通のね、平時にトレーラーに乗ってようと自分で走ってようと、うん、交通ルール、道交法を守らないっていうのはどこの国立ってないですよ守らなきゃいけないね、それはね。だからそれはもうまた別に緊急時はね、パトカーがサイレンの足でつくんですよ。はい、はいはいはいなるほど。急行するときに、ね、なるほどなるほど。あるいは警務隊のジープ、ね、はい、警務隊というのは、はい、自衛隊の警察だけ。まあ、ですからこの戦車にウインカー、軍隊否定の象徴っていうのは本当にね、ちょっと後世語り継がれる。いや、この話でね、中国のね、はい、将軍と喋っててね、はいはい、もうギラギラ笑うわけ、はい、いや中国も憲法は平和憲法ですから、だからウインカーついてます皮肉で本当そうですね。そういう笑い話になってしまうようなことを、まあ、わざわざ、しかも、まあ、インターネットだけでよしとけばいいものをわざわざ単行本に収録して永久保存してしまったんですから、これはもう取り返しがつかないですね。だからここでもうコメントする人はなんか、はい、頭の中整理しなきゃいけない人もいるんだよね、はい、戦車の前をパトカーが走るとなど当たり前じゃない。それは戦場でパトカーが前にいるわけないんだよね戦車が走ってるとか全部戦場だと思ってるんだからちょっと頭の中整理してほしいな使う場所に近づくのに早く行くのに普通の道路を走んなきゃいけない、それはもう緊急車両でパトカーを走らないとどうしようもないです。なるほど、そういうことは十分あるわけですよねまあだからちょっとその、うん、まあ思い込みというのかなというのか、そういうところで、まあ救助のせいでなんとかね、いろいろなことがいろんな制約があるんだということを、まあ、過剰にね、それを言って、まあ、救助を、まあ必要以上にこう悪者にするということがかえって、まあ、議論を混乱させるということがあると思うんですね。いや、そうなんですね、うん、で、まあ、ちょっと整理しておきたいんですけども、もちろんそうは言っても救助があるがゆえに、日本の防衛が、まあ、制約を受けている部分もあるわけですよね。だからそれは別に戦車のウインカーだとか今言った領空侵犯とかそういう話じゃなくって、うん、ちょっと私はちょっと一つ図を出していただけますでしょうかね。個別的自衛権、集団的自衛権、集団安全保障措置ということで一応概念を整理しておきたい、おいたんですが、まあ、国際法では認められているけども、まあ、日本の憲法9条の元でのいわゆる、まあ、政府見解、政府解釈の元ではここまでしかできませんという、うん、そういう線引きはあるわけですね。で12番ですね、出していただけますでしょうか。個別的自衛権、まあ、これ今までずっと、まあ一貫している、まあ、基本的な原則としてこの必要最小限度の武力行使しか認められないということは言われていて、実は個別的自衛権も国際法のフルサイズの行使はできないわけですね。そうです、そうです。この
何ができないんでしょうか。いや例えばその攻撃は最大の防御なりっていう言葉はちょっと行き過ぎなんだけれども、はい、やっぱりその日本と戦闘状態に入っている交戦している国が、はい、ある場所からさらに日本に対して、攻撃の体制を整えている。その場合には、まあ、普通だったらそこに出てって叩くということがあるわけ、うん、でも日本の周辺自体とか変な概念じゃなくてね、はい、ちょっと離れてて、うん、そういう攻撃は日本はできない。できない、うん、まあ、領域の外ではできないということですね。いわゆる海外派兵ができないということになります。まあ、これはミサイルでやったり、はい、航空攻撃をしたり、はいはい、あるいは艦船でまあ攻撃をしたりすること全部含めてね、はい、含めてかなり遠くで、はい、だからその辺をやっぱり、視野に入れないとフルサイズで個別的自衛権の行使はできないということですね。それから集団的自衛権は、まあ、これは今回の安保法制で、まあ、一部解禁されたと言われているわけですけど、これも、まあ、国際法の集団的自衛権よりも、まあ、制限をかけていると、まあ、それが存立危機事態という概念であると言われていますけどね、はい、つまり日本その他国への武力、同盟国への武力攻撃が日本にも、まあ、降りかかってくるというか、日本の、安全とかにも関わってくることが明白な場合に存立危機事態、こういうものを認定して初めて、まあ、集団的自衛権もできるという考え方は、うん、まあ、これは国際法ではそういう考え方を取らないわけなので、そういう意味ではまあ制限がかかっている。ただ、まあ、もちろん批判する側、存立危機事態なんてまあ主観的でね、いくらでも政治が、その都度判断すれば存立危機事態だって言えるんじゃないかっていう批判はもちろんありますよ、ありますけれども、それからもう一つ、集団安全保障措置に至っては、これはいわゆる国連がオーソライズした多国籍軍とかそういうものには全く日本は参加、はい、一応できないとはされていますね、前面に出て。でも後方支援はできるということになったんですね。したと、それが、まあ、今までこれも憲法9条という、まあ、制約があるので、武力行使というふうに捉えられたら困るので、武力行使と一体化しない限度で認める、後方支援だったらいいという、うん、あるいは非戦、まあ、今まで非戦闘地域とかって言われてたようなね、そういうところだったらいいというような、そういう考え方でやっている部分はあるわけです。まあ、そこはやっぱり国際法のフルサイズの考え方よりも、まあ、かなり、制約された考え方ではあるという。そうですね。ただ、まあ、こういった武力行使と一体化しない後方支援だといっても、これは国際的な見地というか国際的な常識からすれば、それは武力行使の一部だというふうに、見なされるという批判はあります。批判というかそういう、ね、指摘はあります、ね、いやそれはもう現実問題そうなんです。現実問題そうだから、前方も後方もないんですよ戦争にはね、はい、ただ日本はその、まあ、政府の、はい、解釈というところで、はい、そこで線を引かないと、はい、なんかね、うん、国民に説明できないみたいな格好になっているということですね、はいはい、ただ、例えば多国籍軍の後方支援をする場合でも、はいはいはい、イメージとしてその弾薬箱を持ってね、はい、自衛官がその米軍の後くっついていってるみたいなことで批判があるけれども、はい、それは現実問題としてないということですね。だから戦闘をやってる現場には生かさないという話なんだけれども、はい、まあ、日本に期待される後方支援がどういうものかというのを押さえておけばいいと思う。で、日本がやってる後方支援はまずね、うん、まず、うん、日本列島で支えているということです、はい、これは米軍についてね、はい、だからその朝鮮戦争、うん、ベトナム戦争、ご飯館戦争、はい、イラク戦争、はい、全部日本列島で支える発射基地になって、うん、そこから発信してるわけですね。そうですね。あるいはロジスティックス、はい、あるいはインテリジェンス、はい、情報の面、はいはい、でだからそのそういうところに関わったら攻撃の対象になる、テロの対象になるっていう議論はちょっと整理しなきゃいけないのは、これまでじゃあなんでやられてないんだって話なんですね。今までも、まあ、そういう意味ではずっと後方支援基地だったわけですね、で、まあ、日本がその現場に行ってね、多国籍軍やなんかの後方支援する場合には、戦場からは若干離れてる、
それでその拠点を置いてもいいところで、例えばその兵站、補給兵站の拠点を建設をする、うん、それからその流通面のその運用をする、うん、その周りを守るというのは期待されていますね。それからそのインド洋での給油活動のような、はい、あの大変高い補給艦の、ね、能力を持ったところでやってほしいとは思われている、うんうん、それからあの、まあ、イラクの時に、うん、クウェートとバグダッドの間を航空自衛隊の C-130 飛ばした、はい、まああのワンパターンで飛んだんで危なかったんだけれども、うん、ああいったものは期待されるあれもいわゆる米兵を乗せていったっていうことですからね。米兵あるいは弾薬も積んでた、もうもろ、まあ、もう武力行使とあれを一体化してないっていうのは、確かあの高裁で違憲判決が出たのかあれはだからあの違うっていうのは奇弁ですよね、はいはいはい、で実際に飛んでた連中にいやロックオンされましたって下から対空ミサイルでね、はいだから同じパターンで飛ばせることが多いから狙われるんだよって話もある、はいはいはい、もちろんあの時の飛び上がる時着陸の時の飛び方ってすごいですよ、うん、初めてそこに乗ったらみんな戻しますよ、うん、こんな格好で降りていくの、はい、くーっと旋回しながら、はい、でもやっぱり、今日必ず航空自衛隊来るとかいうパターン化しちゃったわけです、はいでもね、ああいったものもまあ期待はされてる、はい、ただ本当に弾薬箱を持って米軍の輪とくっついていくみたいな感じの候補支援じゃない、はいはい、それからその多国籍軍はまあ米軍がまあかなり中心的な役割を果たすけど、はい、同じようなその国際平和協力活動で、国連平和維持活動 PKO、はい、これは米軍と一緒じゃない方が圧倒的に多いんですよね、うんうんうん、でこれについてはだからアメリカの戦争に巻き込まれるとかいうことだけで切り捨ててはいけないですね。